金優は、韓国プロ野球、キアタイガースに所属していた大韓民国出身の元プロ野球選手。2002年に現代ユニコーンズと契約した。兵器機械事件に関わったことで2006年に公益含む要員として勤務し、2007年に除隊された。2008年に現代が解散するとソウルヒーローズに移籍。2009年は、 1> 金一系とセカンドのレギュラー争いを繰り広げながら78試合に出場して打率0.2643ホームラン10打点9盗塁15得点を記録した。2010年はこうはじめひとしの負傷によりサードとして出場を続けた。守備での活躍が評価されオフには年俸が142%上昇した。しかし2013年5月6日に無免許の上に 飲酒運転で、ひき逃げ事故を起こしたことがばれて、球団から30試合出場停止と、罰金500万ウォンが課された。さらに久保からも、野球活動3ヶ月停止と、幼少年野球奉仕活動240時間、懲戒を与えられた。事態を重く見た球団は、同時期に、同じく飲酒運転で事故を起こした、新明明と共に、罰金額を1000万ウォンに増額した。 そして保留者名簿から除外されたことで、同年の二次ドラフトで、キア・タイガース移籍。キアでは、金吉明、アッチ・ヒロシ、助党局らと、レギュラー争いを繰り広げながら二類種、遊撃種として、活躍を続けた。2016年は19試合の出場にとどまり、現役引退を発表した。引退後は、キアのコーチに就任した。 キア時代の応援歌で歌われるように優れた守備が持ち味で内野はどこでも守れる器用さを持ち合わせている。ありがとうございます。